ここでいいんだよな。え？桜沢澄、おとなしくて優しいめっちゃいい子。なんでこんな子がレンカノとかやってるのかな。でも困ったことに極度の人見知り。あと、そうだ、笑顔の練習とかしてみる。へった。天然でドジで不器用。ありがとう。なんだかほっとけない気持ちになるんだ。そんな彼女、俺は彼女お借りします。